はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は2020年度の将棋大賞が発表されましたので速報していきたいと思います。まず最優秀棋士賞は多くの方が予想した通り藤井二冠となりました。主な理由としてはまた後ほど詳しくやりますが、王位と棋聖の二冠、そして全棋士参加棋戦である朝日杯と銀河戦の優勝、やはりこちらが大きかったと思います。まあ、さらに棋聖戦では渡辺名人を、そして朝日杯の準決勝ではやはり渡辺名人を下して、まあ、このライバルの渡辺名人に2回勝って大きな功績を挙げたというのが最優秀棋士賞の選考理由だったんじゃないかなと思っております。そして優秀棋士賞は渡辺名人となりました。まあ、主な理由としてはやはり名人を含む王将や棋王の防衛といった3冠に輝いたというところが大きいですね。まあ、実力制第15代名人ということを考慮して、普通であれば名人含む3冠であればもう最優秀棋士賞間違いなしなんですが、まあ、今年はとにかく藤井二冠がすごすぎたというところでしょうか。まあ、そして名局賞としてその渡辺名人対藤井二冠の棋聖戦第1局が挙げられました。まあ、この将棋は本当に素晴らしかったので、まだ並べてないという方はぜひ、将棋連盟モバイルなどで並べていただければいいなと思います。本当に素晴らしい将棋でした。そして名局賞特別賞としては、藤井二冠の松尾八段との竜王戦ランキング戦2組準決勝で放ちました4一銀ですね。まあ、ただのところに銀を捨てまして、なんだこの手あって最初思ってしまったんですけど、後から考えると本当に素晴らしい手で、まあ、こんな手筋がまだ将棋に隠れていたんだなっていう、心から感動させられた一着でした。そして関東賞は豊島竜王となりました。まあ、竜王戦で、羽生九段相手に防衛、そして叡王戦では永瀬王座と伝説の9番勝負、歴代最長手数となった伝説の叡王戦がありまして、まあ、おそらくそれが主な理由になったのかなと思います。まあ、てっきり関東賞を永瀬王座取るのかなと思っていたんですけど、まあ、今年は特別賞が、ないということで、もし藤井二冠があれですね、王位か棋聖どちらか一冠しか取れていなかったら、おそらく藤井二冠が特別賞、そして渡辺名人が最優秀で、豊島竜王が優秀棋士賞、そして永瀬王座が関東賞となっていたと思うんですが、まあ、今年はとにかく藤井二冠が本当に素晴らしかったので、ちょっとね特別賞がなくなったというところでしょうか。そして新人賞は池永四段となりました。まあ、新人王戦で優勝したことをはじめとして、王位リーグでリーグ入りを果たすなど、まあ、各棋戦でまんべんなく活躍しているのが評価されたと思います。まあ、実力レーティング的にもぐんぐん上がっておりまして、まあ、レーティングだけ見ると本当に B 級2組そして B 級1組ぐらいまで来ているということでね、本当にこれからが楽しみな先生だと思います。そして松田賞特別賞としては、棋聖戦第2局3一銀が挙げられました。まあ、AI に6億点を合わせたらようやく最善と返してきたというね、そうした逸話もある本当に素晴らしい一着でした。まあ、最初はプロ棋士の間でも評判が悪かったんですが、まあ、読みを進めるにつれて本当に素晴らしい手だと分かってきたというね、まあ、まさにプロをも占わせる素晴らしい一着でした。そして最多対局賞としては永瀬王座69局最多賞は藤井二冠と永瀬王座が44勝で分け合いました。そして勝率1位として藤井二冠8割4分6厘。こちらは歴代4位の大記録となります。あと3連勝で中原16世名人の作った、8割5分5厘に届くというところだったんですが、まあ、残念ながら届かなかったというところですね。ただ、来季以降また塗り替えるチャンス十分たくさん来ると思います。そして連勝賞は、本当は藤井二冠が17連勝して1位なんですが、藤井二冠は今のところ連勝が継続中ということで、これは来季の記録として扱われるため、澤田七段の14連勝が今季の連勝賞ということになりました。そして、東京将棋記者会賞、こちらは藤井二冠の師匠、杉本八段となりました。まあ、藤井二冠の大活躍で、さまざまな場所で藤井二冠のその指し手について解説したりとか、そうしたことが評価されて受賞となりました。そして最優秀女流棋士賞、優秀女流棋士賞は、まず最優秀が里見四冠。まあ、こちらは妥当ですね。四冠で、しかも名人戦12連覇ということで、まあ、これからさらなる連覇記録が期待されます。優秀女流棋士賞は、山根二段になりました。まあ、女流で歴代3位タイの17連勝となりまして、さらに、里見王位への挑戦権も獲得しておりますので、まあ、里見四冠と、また、里見四冠からタイトルを獲得することが期待されます。
そして西山女流三冠は、まあ、奨励会員という枠だったので、今年は受賞を逃したんですが、4月1日、今朝ですね、奨励会を退会するというツイートをされておりました。まあ、やはり、次が年齢制限で最後になる三段リーグということで、プレッシャーもかなりかかっていて、ちょっとやっぱりね、なかなかメンタル的にもきつかったのかなと推測しております。で、ということで、西山女流三冠は来期から、女流棋士になるということで、また、まあ、最優秀女流棋士賞、里見四冠と激しく争うことになりそうですが、果たしてどちらが受賞するか、あるいは、山根二段など、他の女流棋士が受賞するのか、そちらも楽しみに見ていきたいなと思っております。まあ、ということで、最優秀棋士賞藤井二冠、優秀棋士賞渡辺名人、そして関東賞豊島竜王という形で、ここで改めて藤井二冠、渡辺名人、そして豊島竜王の今年度の主な成績を見ていきたいと思います。まず藤井二冠は渡辺棋聖から3勝1敗で棋聖位を獲得しました。そして木村王位から4勝0敗で王位を獲得しました。これで最年少二冠王となります。そして銀河戦&朝日杯で優勝ということで、まあ、全棋士参加戦で2つの優勝という本当に素晴らしい記録を残しました。まあ、ちなみに渡辺棋聖から獲得して最年少タイトル、屋敷九段の記録を塗り替える最年少タイトル、そして木村王位からの、2冠目のダッシュで、こちらも羽生九段の記録を塗り替える最年少2冠王という形になりました。まあ、そして B 級2組から B 級1組へ10勝0敗の圧倒的な全勝昇級、さらに勝率1位 &4 年連続8割超えという、まあ、羽生九段でも成し得なかった圧倒的な数字を残しました。そして最多勝 &今のところ17連勝中と、ね、いうことで、本当にもう個人記録でも圧倒的な記録を残しております。そして渡辺名人は名人を奪取して、さらに王将と棋王を防衛して、これで盤石の三冠王保持ということになりました。そして豊島竜王は竜王防衛、そして叡王奪取ということで、まあ、例年であれば、まあ、最優秀棋士賞に選ばれても全くおかしくない記録だと思うんですが、今年は渡辺名人、そして藤井二冠が本当にすごすぎたというところですね。まあ、さらに豊島竜王は JT 杯も優勝されております。ということで、皆様の予想と照らし合わせていかがでしたでしょうか。私はちょっと渡辺名人を最優秀棋士賞に予想して外してしまったんですが、まあ本当に五分五分か、ちょっとやっぱり皆さんの意見とか聞いてて、正直藤井二冠がやっぱり最優秀かなとかなり思っていたんで、もう訂正したい気持ちでいっぱいだったんですけどね。やっぱりまあ藤井二冠が来たということで、これはちょっと本当に反省したいなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。そして今入ってきた追加の速報なんですが、増田幸三賞が皆さんも予想していた大橋六段の陽流四間飛車となりました。まあ、プロアマ問わず非常に流行っている作戦ですね。そして女流名局賞が女流王座戦第5局、西山朋佳女流王座対里見香奈挑戦者の1局ということになりました。それでは失礼いたします。